富永ダムは、愛知県豊田市稲部町、矢作川、水系富永川に建設されたダム。高さ32.5メートルの重力式、コンクリートダムで、中部電力の発電用ダムである。同社の用水式水力発電所、奥、矢作第1発電所及び奥、矢作第2発電所の中間調整地を形成。富永ダムを経由して、上池、黒田ダムと、下池、 矢作ダムとの間で水を往来させ、合計最大109万5000キロワットの電力を発生する。戦後、電源設備の拡充を進めていた中部電力は、畑、低第一発電所、高根第一発電所、混ぜ川第一発電所に続く第四の大規模、溶水発電所建設を矢作川水系に計画。当初の計画では、季節の黒田ダムを再開発して、 上池とし、下池となる建設省の矢作ダムとの間で水を往来させ90万キロワットの電力を得るというものであった。しかし、導水路の経路上に伊勢神断層があることが判明。安全性を考慮し、両ダム間に中間調整地が設けられることになった。この有効貯水容量100万トンの中間調整地を形成するのが富永ダムである。 富長ダム建設工事と並行して上池となる黒田ダムの重ね再開発工事や発電設備の設置工事が着々と進められた。1980年9月、奥、矢作第一発電所1号機及び同、第二発電所1号機が運用を開始し、1981年2月には、残り4台の水車発電機が運用を開始。 二発電所で発生する109万 5000kW は、当時としては中部電力最大であった。一連の工事で殉職された作業員は7名。富長ダム砂岩の慰霊碑は、彼らの死を痛む印である。下池の矢吐ダムと上池の黒田ダムとの中間に位置する富長ダムは、両ダム間にある断層を回避するために設けられたものである。 矢作ダムによってせき止められた矢作川の水は、奥、矢作小佐川により取水され、奥、矢作第二発電所によって、富永ダムまで汲み上げられる。同時に、奥、矢作第一発電所が運転し、富永ダムから黒田ダムに水が汲み上げられる。奥、矢作第一、第二発電所は共に三台の水車発電機を有し、最大使用水量は等しい。両発電所は、 コンピュータ制御によって、緊密に連携しているという。富長ダムは、奥、矢作第一発電所の放水路の先に位置する。奥、矢作第一発電所がある国道153号、飯田街道の小田目交差点が、ちょうど富長ダムと、黒田ダムとの分かれ道である。奥、矢作第一発電所構内にはかつて、PR 施設として、奥矢作用水発電管が存在したが、 2005年6月30日をもって閉館した。ありがとうございます。